データロガーでダメなしまい方が分かった。 Amazon 評価トップ銀色カバー、楽天止めビニールカバー、ブルーシート、モノタロウのフルモーフ、ダメなしまい方はどれだ。スタッドレスタイヤの保管がまずいと3年でダメになる説マジです。この味は温湿度管理した地下保管だから14年前のスタッドレスの現役。この地下室リフォームで全面改装、タイヤ屋外に出すことに。転んでもただでは起きぬ精神で、一般的なタイヤ保管方法を比較検証。4台分のスタッドレスを外に出していろいろなカバーを比較、ここに置いて温湿度変化と劣化をチェック。1番手 Amazon レビュー1番の値段が手頃なもの、この値段だったら2円持てば元が取れます。命名甘いちくん。2番手楽天ショップの大型タイヤ保管袋、ともかく丈夫で収納が楽、個別で袋に入れる手っ取り早い、1枚あたり900円くらい、命名スケスケちゃん。3番手楽天ショップのブルーシート、どこでも手に入るブルーシート、1年くらいの耐久性、命名青虫。4番手古い毛布、最近はこういうのもネットで買える、湿度がこもらない効果に期待、作業時も床を傷つけないようにするのに重宝している、経験上5年くらい持つ、命名モコモコ太郎。全てのカバー内部にデータロガーを設置して年間を通じて温度湿度を記録していくよ。なぜなら温度と湿度が高いほど指数関数的に劣化が進行するから。スタッドレスタイヤは保管をミスるとすぐ硬くなり凍結炉で使えなくなる、安物タイヤカバーで保管した末路がわかる。スタッドレスタイヤの劣化は保管時に進む、保管中に硬くなっちゃう。雨が入ると内部が長期間しける、湿度 100%、個包装の皮は危険。そしてレッドゾーンに入って寿命となる。これらを踏まえて保管方法を試す。以上から個包装のものは避けた。万一水が侵入してもすぐに乾くように下側をブロックで浮かせた。そして上からすっぽりかぶせるものに統一してテスト。ブロックで浮かせる、これ絶対やってね。同じガレージはブロックを使わずにコンクリート上で2年間保管したらサイドウォールが湿気で崩壊したことがあるよ。各タイヤの硬さをチェック、気温とともに記録しておく。半年後に同じ気温で硬さを再チェックするよ。改めましてカバーたちの紹介です。1、甘いちくん、かっこネバーランド。2、スケスケちゃん、かっこ楽天ショップ。3、青虫、かっこ楽天ショップ。4、モコモコ太郎、かっこモノ太郎。Amazon レビュー1番の甘いちくん、個包装に比べてすごく楽だね。質感もいいよ。素材が柔軟だからかさばらず、ゴアテックスのようサラサラしているよ。楽天ショップのスケスケちゃん、コスパはいいが結構かさばる。甘いちくんに比べてカバーするのがとっても大変。コスパ一番の青虫くん、万能だけど専用品じゃないからいろいろ面倒。タイヤカバー以外も使えるから持ってて損はないけどね。太郎で買ったモコモコ太郎、古い毛布だけれども傷防止に役立つよ。タイヤカバーとしては見た目が絶望的だな。この場所は時々雨と直射日光が当たって雨で濡れるとしばらくジメジメ、タイヤ保管には適さない、実験にうってつけの場所だ。エタロガを各カバー内に仕込んで温度と湿度をまずは8日間チェック。メーカーに差が出たから速報するよ。これが8日間のデータ。データ収集は3時間ごとだ。1回雨が降ったから湿度が跳ね上がっているね。グラフ、上が湿度、下が温度、低いほどいい。特に湿度が高いとタイヤがダメになる。湿度が上がっても速やかに下がれば問題ない。甘いちくんの成績が特に優秀だね。残念なのはスケスケちゃん、小さな穴から一度水が侵入したら数日ジメジメ、タイヤが劣化しちゃう。つまり逆効果だ。そしてビニールハウス効果でピーク温度が高くなりすぎるのも問題だ。今のところ甘いちくん、つまりネバーランドがトップ。
高機能テントのように水滴は通さないが水蒸気は排出する機能付き。ビニールカバーはやばい。屋内保管限定です。ブルーシートやや乾きにくいが可もなく不可もなくといったところ。フル毛布は意外と良かったが見た目が悲しいね。これから梅雨、真夏、秋雨を経てスタッドレス装着時までデータを取って評価していくよ。最後に硬さも測って保管前と比べます。ちょっと長期間の検証になるけれども気になってね。最後までご視聴ありがとうございました。